妄想が現実になりました。東野工二のまやかしラジオ。今回も一人車中で録音しております。今回のまやかしラジオも一人車中で録音しております。本家はリビング。こちらのまやかしラジオは車中で録音しております。 さあ皆さん、嬉しいニュースでございます。もう、聞いて分かってる方もおられると思いますが、えー、早速、本家の幻ラジオに、ご本家の幻ラジオに出演してきました。ありがとうございます。<laughs> ほんまにありがとうございます。皆さんの思いも届きましたし、もう僕のね、思いも届きましたし、もうほんまにいろんな方の協力のもと、妄想が実現になりました。ありがとうございます。 嬉しい限りでございます。皆さんは聞きました東野工治の幻ラジオ、本家の方でございます。ひ東野工治の幻ラジオの115回目。こちらで、僕が出演してる回が配信されております。ほんまに興奮状態で、えー、ちょっとテンションがおかしいなってるかもしれませんが、ぜひ概要欄にも貼っときますんで、東野工治の幻ラジオ、まだ聞いてない方、115回目。こちら、聞いてください。 で実際どんな感じやったかと言いますと当日お話いただいてから当日までどんな格好で行ったらいいんかなとずっと考えてまして思いついたんが東の工事完全体で行ったろうと。<laughs> もう完全体でラジオやけど、東野さんの格好で言ったらおもろいかなと、掴めるかなと思って、もう変なスイッチ入ったんですよね、僕も <laughs>。あきませんね。もうこれぞ、野良モノマネ師のスイッチ、みたいな感じで入ってしまったんですけども。でも、完全体になるには、ズラがないんですよ。ズラが。これはもう山田勝良さんというところに保管していただいてるんです。で、東野さんの真似をするときに、番組側から、 えと連絡があったりうんーだと僕からこうお願いしたりいつもは用意してもらえるんですけどもやばいってなってあかんやんないやん完全体にならへんやん思って慌ててマネーージャーさんんに電話したんですその幻ラジオの収録の時間が夕方やったんでまだ間に合う思ってもし電話して借りれるようやったらピックアップしに行って来てくれんかなとお願いしたんですよ。オンで確認したところ オッケーやったんですよ。我ながら持ってるなぁ思って。っ <laughs> ほんで家からワイドナショーみたいな格好、イメージの格好をして出て行って、んで吉本さんの、吉本興業さんの本社で録音ってなったから、もう待ち合わせして入り口で。んで、カツラ持ってきてくれて。よっしゃ、これで完全タイヤー言うて。で、満を持して、よろしくお願いしますって東野さんに会ったところ、東野さんは僕の姿を見て、 いや、そんな、そんな、音声だけやから、そんな、って、どん引きされてました。<laughs> あの目は忘れません。僕はもうあの目は忘れません。まあでもそんなこと言いながら、ちょっと写真撮らして一応って言うてあ、ぜひぜひ、つって言って、サムネに使うか分からへんけどって言うてたんですけど、しっかりサムネに使っていただいてました。ありがとうございます。<laughs> 実際めちゃめちゃ楽しかったですね。でもほんまに。いろんな話も聞けましたし、ね、石橋高明さんのモノマネもやらせていただきましたし、さんまさんもやらせてもらいましたし、加藤さんもね、やらせてもらいました。だからあの、脱力タイムズの再現みたいな、ほんまは逆なんやけどね。ははは。 ほんまはご本家に、えー、呼んでいただいて、えー、ゲストのモノマネとかをやらしてもらおうってうーん,なんか形になったものをネタにするっていうのが本ンなんやけども妄想でやっとくもんですねだからこれも新しい形なんじゃないでしょうかねもう夢が正夢になる現象にちょっと似てるんですけどもあそうや加藤さんで思い出した幻ラジオで予想ものまねやりましたよね加藤さんの『スッキリ』で。 ちょうど収録日に加藤さんがエージェント契約終了、3月いっぱいで終了ってニュースが飛び込んできてっていう話を幻ラジオで東尾さんが僕としてるんです、お話ししてるんですけども、その予想モノマネっていうのをやったんですよ、その幻ラジオの中で。で、その答え合わせをせなあかんな思って、で、実際、すっきり見ました。録画もしましたし、朝起きて見ました。で、結局言うてたんは、あんまり、 怒りじゃなく、因の方、抑え気味でしょうね、コメントも。なんか、キーワードまた探さなあかんね出るかもしれんから見ときやってなって、で、見たんですけども、その時の、スッキリのコメント、ちょっとやらせてもらえますね。ちょっとあの、個人的な時間取らせてもらってもよろしいですか全国ネットで申し訳ございません。あの、ちょっとだけ個人的な時間取らせてもらっていいですかあの、吉本と、 エージェント契約延長しないってことになりまして、僕はノーというわけにはいかないんで、え、なんか、僕もびっくりしてるというか、契約なくなるってことになっちゃった、なっちゃったなーなんて、な、なっちゃったなーじゃないですか、ないですけど、そっか、そうなったかーみたいな。だから、春菜と水戸ちゃんに、新しい門出って言ってたけど、実は私も4月から新しい門出になっちゃった、なってしまいました。 三人揃って新しい角出になってしまいました。ってな感じなこと言うてました。どうですか皆さんこれほぼほぼ正解でいいんちゃいます <laughs> ただただ残念なのはそれほど爆発力のあるキラーフレーズはなかったということでございます <laughs>。ほんでまたなんか言うやろうな思って最後まで見てたんですけども最後の占いあるやないですか占い。この日の占い言うて。 リスが出てくるやつあれで加藤さんが4月生まれなんですよ。で、その日の占い、4月生まれ、最下位でした。<笑>,笑ったらあかんか。さあ、えー、そんなこんなで時間が来ております、えー。東野さんからもね、お許しが出ましたし、続けてほしいと言っていただきましたし、頑張っていきたいなと思っております。といったところで、えー、あ、あのー、郵便局の話とかね、いろいろ。 教えていただきましたけども、そちらの方もね、前向きに進めていきたいと思いますんで、なるべく早く進めていきたいと思いますんで、固まったらまたお知らせいたします。えー、まやかしグッズの方もね、えー、作っていきたいなと思っておる次第でございます。といったところで、そろそろお時間です。また聞いたってや、バイバイ。<laughs> あ、こっちか。<laughs> チャンネル登録よろしくお願いします <laughs> ジョニーデップでした <laughs>